オパンシュとは、SSH プロトコルを利用するためのソフトウェアで、SSH サーバー及び SSH クライアントを含む。オパンシュは、オパンブスドプロジェクトにより開発が行われ、BSD ライセンスで公開されている。オリジナルの SSH 実装である SSH テクシャ、など、SSH には他に、いくつかの実装があるが、2008年の時点でオパンシュ。 は、世界で最も使用されている SSH 実装である。オリジナルの SSH は、タトゥーエリノンにより1995年に開発され、はじめフリーで公開された。しかし、同年12月には SSH 社が設立され、プロプライエタリーソフトウェアとなった。オパンブースドの開発チームは、オリジナルの SSH の最後のフリーなバージョンである。 SSH 1.212をもとに改良を加え、1999年12月に、オパンシュの最初のバージョンであるオパンシュ1.22を、オパンブスド2.6と共に発表した。最初のオパンシュの発表後、オパンブスドチームは、オパンシュの他のオペレーティングシステムへのポーティングと、プロトコルバージョン2への対応を行うことにした。SSH の初期のプロトコルであるバージョン1には、 脆弱性や制限があり、対応策として SSH 社は1996年にバージョン1と互換性のないプロトコルバージョン2を発表し、これを実装した製品を1998年に発売していた。しかし、それまでの製品より機能が劣り、ライセンスの制限も厳しかったためバージョン2の普及はなかなか進んでいなかった。オパンシュは2000年7月に バージョン1とバージョン2に対応したオパンシュ2.0をオパンブスド2.7のリリースと共に発表した。このリリースによりオパンシュは爆発的に普及し、スタンダードの地位を獲得した。オパンシュの開発は、まずオパンブスド上で安全、堅牢なプログラムを開発し、他のシステムでの実装はオパンブスド版をもとに、 オペレーティングシステム依存部分のみを移植するという方針で行われている。移植版には区別のためバージョン番号にポータブルリリースを意味する P が付けられる。ありがとうございます。